6ヶ月で結婚を決めたいならプレシアへお任せください。オンライン完結なのでスピーディーに結婚へ導きます。詳しくは概要欄をご覧ください。どうもこんにちは、プレシアの木島です。本日はキスができないぐらい無理な女性の特徴という話をしていきます。 SNS では男性が汚いとか不潔っていう声をよく見かけますが、女性が汚いとか不潔っていう声は不思議と聞かないですよね。男性が女性をこのように批判しようものなら、もう大バッシングされるからだろうと推測できます。それでも男性だけが不潔だっていうことはないように思うんですよ。女性だってうおって思う人はいるし、全員が清潔感あふれる人ばかりではありません。そこで今回は男性の気持ちを代弁して、男性が性的な目で見れない無理な女性の特徴をお話ししていきたいと思います。こんな女性に会ったことがある、共感できるぞって思った方はぜひいいねボタンを押して教えてください。それでは行きましょう。性的な目で見れない女性の特徴、その1、口臭がする。女性は男性よりも嗅覚が敏感だと言われているので、男性に対して口が臭いって感じる女性は多いと思うんですが、それでもまあ反対にね、女性の口臭が気になるって感じる男性がいるのも事実です。男性全員が鼻が麻痺しててね、匂いを嗅ぎ分けられないっていうことでもありませんよね。それに女性全員が口が臭くないなんてこともありません。ただ女性に、あなた口臭いですよって指摘することなんてできないし、誰かに相談するにしても、自分が気になっている女性の口が臭いんだよねって他の人に言うのは、心理的ハードルがありますよね。そして厄介なのは、自分で自分の口臭に気づけない点にあります。これね、本当に不思議ですよね。口臭があることに気づかず、一生懸命婚活をして出会いばかり増やしても無駄となってしまいます。なぜなら、僕はあなたの口が臭いので性的な目で見れなくなりました、ごめんなさいって面と向かってお断り理由を伝えてくれる男性はいないからです。結局、私何が悪くて毎回断られているのって女性自身もわからないため、改善のしようもないんですよね。これはお互いにとって辛いです。男性だって口臭以外はその彼女のことをいいなって思ってたのに、口臭が原因で断らなくちゃいけないのは非常に辛い選択です。それでもこれ以上彼女を傷つけたくないから、口が臭いなんて言いたくないし、言葉を濁したままお別れを告げることになってしまいます。こうならないためにも日々のケアが非常に大切になってきますよね。他人に言われる前に、気づかれる前に自分の口臭ケアをすることです。口臭の原因は様々なようなんですが、多くは口の中の細菌の繁殖が挙げられます。そして約6割は舌苔って言われる、舌に付着している白とか黄色っぽい苔状のものが原因みたいです。今は舌磨き専用のブラシもありますし、ジェルなんかもありますよね。毎日こうしたケアを続けていけば、していない時に比べて格段に口臭が軽減されるんじゃないでしょうか。いくら婚活を頑張っても、自分では気づいていないその口臭が原因でつまずいている可能性もあります。たまたまその日だけ口が臭いんだったらまだいいんですけど、毎回ねちょっと口臭がするなっていうことになると、たまたまじゃなくて、この人はいつも口が臭いんだって相手に認識されて、そしてそんな人とキスをしたり、それ以上のことをしたいと思えなくなっちゃうわけなんですよ。でこうなったらもう終わりです。男性が女性を性的な目で見れなくなった瞬間、2人の関係が進展することはありません。こんな人は少数だよって思うかもしれないんですが、意外に相手の匂いに悩んでいる男性はいます。自分の口は臭くないっていう根拠なんかありませんので、できるケアはね、毎日しっかり行っていきましょう。性的な目で見れない女性の特徴、その2、歯並びが悪い。プロフィール写真では口を閉じていたからわからなかったんだけど、実際会ってみると歯並びが悪くて、会話中もずっと気になっちゃって集中できなかったっていう方がいました。歯を矯正しようがどうしようが、その人の自由なんですが、矯正した方が婚活では有利っていうのは確かです。まず不利にはなりません、矯正したところで。でちなみに、歯並びが悪いのに矯正しない人はなぜなんでしょうか。いろいろな理由があると思うんですが、多くは、お金がかかる、時間がかかる、めんどくさい、それほど重視されていると自分で気づいていない、このあたりでしょうか。それでもね、人生、仮に100年あるとしてですよ、60歳の時に歯の矯正をするより30歳の時にやった方が30年分綺麗な歯で過ごせるのでお得です。ちなみに私は矯正したことはないんですが、舌にあった親知らず2本を20代の時に抜いたんですよね。
ね。で、抜いた一番の理由としては口臭の原因になるって言われたからです。あとは若いうちに抜いてた方が治りも早いし抜きやすいって言われたことで決心がつきました。親知らずも別にね、抜いても抜かなくても生活には一切変わりがないので、どっちでもいいといえばどっちでもいいですよね。だから意識の問題で本人が気にしていれば抜くし、気にしていなければ何を言われても放置するんだと思います。ただ私は親知らずを抜いててよかったなって思うんですよね。歯も磨きやすくなりましたし、歯の矯正も同じで、本人が気にしていればお金と時間をかけてやる価値はあると感じて行動するんですが、自分が気にしていなければ、いやそんなお金もったいないよとか、もうとにかくめんどくさいよの一言で片付けられてしまうんです。ただ歯並びが悪いと不潔、育ちが悪そうって勝手なイメージを持たれてしまいかねません。私も裕福な家庭じゃなかったんで、もしね歯並びが悪かったとしても矯正させてもらえるお金はなかったと思います。ただ自分でお金を稼ぐようになればそれも関係なくなりますよね。それでもなお矯正しないっていうことは、今も金銭的に厳しいのかなって思われてしまう可能性があるっていうことになります。何か他の理由があったとしてもですよ、それを説明しない限り勝手にそう見られるため、どうしても不利になってしまいます。婚活も歯の矯正も遅い、手遅れだっていう年齢なんかないんですよ。今が一番若い日であって、やりたいって思うなら年齢関係なくやりましょうよ。それが人生を後悔なく生きる最良の選択だと感じます。性的な目で見れない女性の特徴、その3、食べ方が汚い。初デートでは多くの男女が食事を共にしますよね。そんな時、食べ方が汚いを理由に断ったり断られたりしてしまう人がいます。私が今まで聞いたことのある話だと、テーブルにこう肘をついてるとか、あとは、くちゃくちゃっていう咀嚼音がすごい、口がもうハムスター状態、何にでも一味をかける人っていう感じです。カフェでお茶を飲みながらだとわからなかった部分でも、食事を共にすることで、なんとなくその人の背景も知ることができますよね。でも先ほど伝えたものは意識すれば即改善できるものばかりです。さっきの歯の矯正の話に比べたらめちゃくちゃ簡単に改善できますよね。男性はどこか女性のことを品のある生き物だと思ってるんですよ。だから下品な態度や食べ方をしている人を見るとさーって熱が冷めてしまうんでしょう。もし子供が生まれたとしても、箸の持ち方とか食事マナーが映ってしまったら嫌だなっていうことまで考える男性もいるかもしれないですよね。食べ方のマナーはネットで探せばいくらでも出てくるので、すぐに調べて知識としてまずは入れておきましょう。そして日々の食事でも意識することで少しずつ矯正されていきます。私はこういう時ね、毎回思うんですけど、いや商業高校行っててよかったなって思うんですよね。私は地元の公立中学から公立の商業高校へ進学して、そのまま就職したわけなんですが、商業高校では食事マナーも習えたし、言葉の使い方とか意味、上座の位置など基本的なそのビジネスマナーをしっかり学べたので、社会人になった時、あ、これ授業で習ったやつじゃんって興奮したことを覚えてます。電卓も左手で打てるようになると便利だよって先生に教えてもらえたことで、今ではめちゃくちゃ役立ってますし、ピアノこそね弾けないんですが、キーボードはもうストレスなくタイピングできるようになりました。ちょっとね話が逸れてしまったんですが、婚活では頭の良さより何よりこうしたビジネスマナーが身についている人の方が相手からの印象が良くなるんですよね。あれこれ頭を使って会話をしたりとか駆け引きしようってする人いるんですが、清潔感があってマナーが最低限身についている女性なんだったら、男性からマイナス評価をされることは少ないと言えます。婚活の難易度としては男性より女性の方が簡単で、本気を出せばもう1年以内に結婚することはそこまで難しくありません。多くの女性は自分で自分の婚活を難しくしているだけなので、今お伝えした口臭ケア、食べ方のマナー、歯並びを改善して積極的にデートの提案をして、日々の連絡も自分発信でやっていくっていうことをすれば、数人の男性から結婚を申し込まれます。婚活ってめっちゃ簡単なんですよ。
正しいやり方知ってたら驚くほどスムーズに進んでくれます。その最初の第一歩が自分と同じランクの人に出会うことです。何回もデートしたのに結局ね、結婚まで関係が進展せずに終わってしまったっていう人いるんですが、それは最初から出会う人を間違えていたと言えます。仮にラッキーなことにランク50の人がランク70とお見合いができて、その場でなんとなく話が盛り上がって2回3回ってデートを重ねていったと。でも結婚観の話とかすり合わせをするタイミングになった時、考え方とか価値観が顕著になって20のそのランクの差が埋まらずにお別れしてしまうってなります。まぐれで運よくランクの高い人と出会えたとしても、それはもう本当にまぐれなんで、まぐれで結婚まで決めることってできないんですよ。だから出会いの数だけを闇雲に増やすよりかは、狙いをパシッと定めて自分と同じランクの異性申し込んだ方が簡単に出会えるし、出会った後もランクの差がないほどスムーズに話も進むわけなので、あっという間に結婚することができます。こうした正しいやり方を皆さん知ってますでしょうか？これ知らずにやってると、いくら頑張っても歯を矯正しても婚活はうまく進んでくれません。そんな悩んでいる方のために特別に婚活ランク表をプレゼントしたいと思います。会員さん向けにさらに細かくランクを知ることができる自己価値診断チェッカーっていうものを作ってるんですが、その簡易版が婚活ランク表って思ってください。婚活ランク表は一目で自分の立ち位置と自分が希望している異性の立ち位置を理解できるものになります。婚活がうまくいかないのはあなたのせいじゃなくて、やり方を間違っているだけっていうことにも気づいていただきたいです。だから条件を変えなくても婚活のやり方を変えるだけでびっくりするぐらいちゃんと成果出ます。プレシアでは会員さんにそうした体験を提供しているんですが、まずはお試しっていうことで婚活ランク表を無料でプレゼントいたします。婚活は論理的に考察してデータに基づいて進めていくと、とっても簡単です。感情とか根性なんか不要ですからね。もう昭和じゃないんだから、婚活もアップデートしていかなきゃいけません。婚活はデータで進める時代です。未だにデータ見ずに婚活をしているならそれ時代遅れですからね。お見合いとか結婚が決まらないのも当然なので、まずはプレシアノウハウの 0.1% に当たる部分であるお見合いランク表をぜひお受け取りください。受け取り方法は概要欄に載せております。これを見るだけで婚活って楽しいなって思ってもらえます。もう一度言いますが、婚活はデータで進める時代です。皆さんの婚活もアップデートしていきましょう。それでは本日もご視聴いただきありがとうございます。